Apparently, there was some coffee shop in the scenic overlook. Yo, Asuna. Event. ねえ、せっかくだし、一緒に。あ、もちろんいいよ。一緒に。そんなに急がなくても店は逃げないぞ。 掘り出し物は売り切れちゃうかもしれないでしょ。それもそうだな。あ、ねえ、ちょっとあれ見て。ん？なんだ？旅の方、どうぞお立ち寄りください。この私の店にあるものは珍しいものばかり。あの商人、クエスト NPC だ。頭にクエストマークが浮いてる。 クエストなのかな。俺もこのクエストを知らないな。話を聞いてみようか。うん。すみません。商品を見せてください。いらっしゃいませ。どうぞ見てってください。私はあらゆる土地を旅し、他に2つとない一品ばかりを集めてまいりました。 ある時は砂漠の果ての王国、またある時は風の吹きすさぶ遺跡、暗く湿った森、巨大な魔獣と戦い、その腹の中より取り出した金の剣、死したる王の墓より拝借した指輪、人ならぬものから譲り受けた品、どれもが珍しく自信を持ってお売りするものばかりです。なんか すごく怪しいね。だな。でも怪しげだからこそ。受けてみたいって顔に書いてあるよ。More interested in NPC than better quests. Considered better myself. え？いや、まあその通りです。しょうがないな。それじゃ一緒に受けてみよっか。いいのか？ Well, I just now realized this about Asuna. She looks very sickly. In a way. おすすめの品があれば、それをいただきたいんですが。どうぞ、お好きにお選びくださいませ。品物との出会いは縁とも言いますからな。ダメか。商品が並べられただけ。 なんだろう。このネックレス変わった形。そちらは地を這うワームの歯を削り作った首飾りでございます。東に住む職人の作品でしてな。ワームの歯で自らを守ってほしいという願いが込められております。値段の割に大した効果はないな。けど珍しいものには違いないみたいだね。こっちの赤い宝石も見たことないね。 さすがはお嬢さん、お目が高い。あ、クエストマークが変わった。うまいこと言ったな。この宝石のことを尋ねるのがクエストキドの条件だったのか。その宝石の名は黒銀の宝珠。ナイス、ストーン、ビューティフル、ソースやスプリッチング、アルソケティングザグレートダークネス。豪の深い。こちらを手に取る方は注意しなくてはいけません。水。ね。 クエストを進めるためにはこれを買えばいいのかな。クエストログでは宝石の入手ってなっているから、やっぱかなりお高い。どうする？やめておく？いや、それはそれで気になるし、ここはチャレンジしようぜ。すみません、これをください。<笑>どうもありがとうございます。 あなたに黒銀の宝珠か。クエストログに変化はあった？ああ、変わってる。黒銀の宝珠を元ある場所へって書いてあるな。元ある場所？黒銀、どこかで見覚えが。あった、この記事だ。
何それ。この前の MMO Today の記事だよ。ほらここに黒煙の森って書いてあるだろ。レベリングにいい場所だって紹介されてるんだ。黒煙っていう名前が同じってことは何か。なあ試しにここへ行ってみよう。それにしてもどんなクエストなのかな。まだせめて掘り出し物探し以上に楽しいことを祈ろうぜ。 Is it done yet? こうして自然の中が悪くなっていいよね。 Those are rhetorical questions. ああクエスト兼ハイキングだな。でもね気のせいかもしれないんだけどさっきから同じところをぐるぐる回ってないかな私たち。うん、俺もそう思ってた。SAO にもあった迷いの森ってやつかもしれない。He's my son. Let's try to check something real quick. エリアとエリアの連結がランダムになって東西南北が入れ替わるっていう。けど黒煙の森が迷いの森だとは情報になかったんだけどな。私たちクエストを進める以前に町に帰れるかな。まあ平気だよ。運が悪くても3日くらい歩き続ければ出られると思うぜ。頼りにしていいのかいけないのか微妙なセリフ。なんだ誰かが戦っているみたい。あ、見て人のモンスターが戦ってる。助け立ちしよう行くぞ。大丈夫か。何者だ。人族。人族がここに何用だ。用がない。キズメ。嘘。キズメル。お、クエストマークが頭についてる。ここでも確かにこのゲームは SAO のデータを元にしているから、ここではキズメルはどういう存在。ひとまずこのモンスターたちを片付けよう。君に協力するよ。了解した。よし、行く。これで全て。人族よ、さっきは剣を向けてすまなかった。キズメル、礼をしたいところだが私にはなさなければならぬことがあるゆえ。こっちの返答を待っているのかな。なるほど。困って。森が狂ってしまったのだ。話が進んだみたいだ。森が狂う？ああ、なぜかはわからない。ただ私たちはもともと倒木収集作業の護衛でここに。 Give him a silence. I'm trying to 長期の滞在にはなっているが仕事は順調に進んではいた。だ私が外へ偵察に行った後野営地に戻ってくると部下が数人消えていることに気づいた。心配になり探しに出ると森の西の区画で石に。ああ、元に戻そうとあらゆる何か方法がないかと森の中を見て回っていたのだが、我らダークエルフ族といえどもこの森の中では迷うようになってしまったのだ。クエストが発生したことが原因で森が迷いの森化したのか。
野営地へと戻るまじないのみは使うことができるのが唯一の救いだ。部下たちが石になってしまった原因はわからないのか。今の質問に対してキズメルは答えを持っていないみたいだな。クエストログも変化しないし、一体どうすれば。何としても治癒の術を見つけなくてはならないのだが。他。ねえ、あのアイテムは？ああ、そうか。なあキズメル、ちょっとこれを見てくれないか。ん？それは見覚えがある。本当か？おそらくあの場所のものだ。あの場所？っていうか次の目的地なのかな。みたいだな。大丈夫だキズメル、一緒に探せば必ずたどり着くさ。ああ、また反応できない言葉をかけちゃったか。もっと分かりやすい言葉で言わないと。一緒にその場所を探しに行こう。今にして思えば、私がその宝珠を見かけた後から森の様子がおかしくなった。その宝珠と森の異変は関係があるのかもしれないな。分かった、お前たちと共にその宝珠を見た場所を探そう。改めて、私の名はキズメルだ。よろしく頼む。俺はキリトだ。私はアスナ。うむ。では共に。Alright, looking at my phone. ここがキズメルの言っていた場所か。ああ、この森に来た時に見つけた祭壇だ。その宝珠が据えられていたのだが、今は見ての通り何もない。ってことは、町で手に入れた宝石はやっぱりここから持ち去られたものなのか。ねえ、とりあえず黒弦の宝珠をはめてみない？ああ、ちょっと待ってくれ。何も起こらないな。ぴったりはまるから、ここに宝珠を置くのは間違いないと思うんだ。何の音？魔物の気配がする。来るぞ。記念が宿った老木か。まずは戦闘ってことか。よし、みんなでこいつを倒すぞ。やー、意外と普通に倒せそうだが、何かイベントが発生するのかと思ったが、キズメルに特に何かが起きる様子はないし。And this quest not over yet? If this cutscene been going on for how long now? A good 20 minutes?
それより、キズメル、大丈夫か？体、キズメル！お前たちも、気をつけ。石化の話を聞いていたんだから、け、何の光だ。ありがとう。私をこの地へ帰っ、クエストが進んだみたいだね。この黒源の森は遥か昔、魔獣と妖魔とが絶えずひしめき合う混沌、そこへ若き聖人が訪れ、混沌の元凶であるアシ、そして私たち三人の、しかし今精霊の魂である宝珠が持ち去られ、宝珠を持ち去ったのってもしかしてあの商人かな。その可能性はあるな。私はあなたたちのおか、他の二人の精霊けど、商人のところにはこの宝、精霊の魂である宝珠は命あるものを、それは妖魔たちに対しても同じ、つまりはモンスターに持ち去られたってこと。確かにそう受け取れるな。どうかあと2つの黒源の宝珠を探し出し、そして悪しき樹木の妖魔を封印してください。これは今の私があなたたちに差し上げられる。何ですか？黄色の精霊の結晶です。これには悪しき樹木の妖魔の力を弱め、呪いを打ち破る力があります。呪いを打ち破る。それじゃあこれを石化された人に使えばその呪いが解けたりしないんですか？答えないということは NPC にとって想定されていない質問ということか。クエストの流れだとキズメルの石化を元に戻すパターンもあると思ったんだが、やっぱりこのアイテムは悪しき樹木の妖魔を封印するためのアイテムみたいだな。それを掲げ、ん、呪いをかけられた者の名前を呼ぶことで呪いを解く。できるのか？ということはキズメルを助けられるってことだよね。どうか悪しき樹木の妖魔を封印してください。それが私たち精霊の祈りです。早速こいつを掲げて、キズメル元に戻ってくれ。Oh, never mind, it's still going. Kizumeru, are you okay? I was okay. 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 I was okay.19 minutes. この祭壇に宿っている森の精霊から、呪いを解くための結晶もらったのに、だけど、キズメル、But this thing has been going on for this long. 代わりと言ってはなんだ。Why would they do this? 詳しくは後で話す。絶対に。Pretty sure. Okay, let me just skip this. I don't want to make my video. ぜひ覚えたくてな。私はアスナ。そうね、アスナ。アスナ。うん、それで合ってるよ。そなたは？俺はキリト。キリトだ。完璧だよ。こちらこそ。何度礼を言、いろいろ聞きたいこと、話したいことが私たちの八重。大丈夫だよ。では。Don't yet.
Oh god, there's more. Pretty sure nobody would get mad at me if I just skipped all this. At this point, I think anybody in their right mind would be irritated. Right, after she put all her fecal matter in it. それにしてもまさか偶然。誰かいるのか？湯煙でよく見えないけど、これはキリト、そなただったのか。やっぱりキズメル。俺もう出る、出ます。なんだ、せっかくこうして一緒になったんだ。話ですか？私はそなたと話がしたい。今日初めて会ったというのにどうしてだろうな。キズメル。And there it is. すまないな、背中まで流してもらって。 And I'm willing to bet. I'll come back and it's gonna get weird. 後で私もそなたの背中を。あ、ご心配なく。というか振り向こう。人族というのは変わっているのだな。風呂では目を合わせないとは。いや、そういうことじゃないんだけど。今日のことは力を貸してもらうだけでなく助けてももらった。どうしてそこまでしてくれるのだ。どうしてって、キズメルがそれを言ったら、キズメルだって俺、あれは体が勝手に動いてな。そうか、あれは多分クエストの流れで。やはり私もそなたのことを助けたかったんだろう。そういや俺ちゃんとお礼してな。あの時俺をかばってくれて。気にすることはない。キリトくん。 And there's the ding。 あ、あれ？いないのかな？アスナか。今は、あー、まだ俺が入ってるぞ。風呂が最高すぎてまだ上がっ。君がそんなことを言うなんて珍しいね。私、さ、了解。俺ももう少ししたら行く。そなたらは仲がいいな。まあな。キリト、そなたにはアスナ以外の仲間？You know, so I understand that some people may be enjoying this, but at this point, it's just like the excitement that would have been there for this moment got completely pulled out of me for the long, drawn-out cutscene. If this isn't giving me like a power-up or something, I'm going to be fairly disappointed that I had actually went through this thing. あまり自分を責めるのをやめた方がいい。それより今はみんなを助けることを考えよう。優しいな。だがもう少し力を入れ。な、ごめん。なんか喋っ。キズメルは変わってないな。一緒に頑張ろうな、キズメル。ありがとう。そ、こちらこそ。もう夜も遅いぞ。泊まっていってもいいというのに。ありがとう。またすぐに来るから。また会おうぜ、キズメル。わかった。それでは気をつけてな。なんだか今日は懐かしいことがいっぱいだったね。そうだな。またキズメルに会えて嬉しかったよ。絶対にまた会いに来ようね。それでキズメルの仲間も助けてあげなきゃ。ああ、キズメルの力になろう。
Is it over yet? Holy crap, it's over. I think this is all from a coffee shop.